あーなんか事件ないかな。ねえよ探偵ってさ、こんなに暇だっけ。でもさ、事件がないっていうのはさ、まあ、平和なことやから言ってない。まあそうか、そうだけどな、探偵だもん。まあ探偵らしいことしたいのはわかるけどさ。お、誰か来たんじゃね。え、お、誰来た。事件、はいはいはい。すいません、ここがマイクラ探偵事務所ですか。そうですそうです。どうも探偵のジャババです。タツンです。お願いします。お願いします。今日はどのようなご用件で。実は夫が浮気してるんじゃないかと思ってまして、今回はその調査をお願いしにお伺いしました。なんだなんだって言うのよお前。失礼しました失礼しました。あ、とりあえずとりあえずこちらにどうぞ、席に座ってください。ありがとうございます。じゃあ詳しいねお話を聞きたいと思います。どうしてそう思ったんですか。私の旦那が最近そっけなくて、スマホも肌身離さずずっと持ってるし、全然構ってくれないし。ねえねえ、来週3連休だし、どこかお出かけしない。あー、友達と予定あるし、また今度な。先週もそんなこと言ってたじゃん。そうだっけ。私より大事な友達なの。そういうのマジだり、もういい、寝るわ。それ完全にやっちゃってますね。なるほど、まあ任せてください。この探偵事務所にはね、浮気のプロフェッショナルがいるんで、浮気調査ならお任せあれ。それって俺ことじゃん。本当ですか。うん、タツンさんお願いします。タツンさんお願いします。まあそれではね、プロフィールを制作するので、もう少し旦那さんのことを詳しく教えてください。わかりました、できることなら何でも協力します。この変装考えた俺天才やろ。マジ天才だ、ほんと助かる。全然バレてないぞ。あいつはこの時間から何をしているんだ。それで旦那さんのことなんか分かった。バチコリ分かりましたぜ。お、かける28歳、ほうほう、職業は一流調理師。マジか。家事全般は基本妻のさやかさんがやってるんだけ ど、 なるほど、ね、毎週水曜日は自分で弁当を使って早めに出かけるらしい。そして今日が水曜日の朝と。もし浮気してるのであれば、今日その人物と会う可能性が高い。あ、誰か来たぞ。お待たせ、待った。いや全然待ってないよ、2時間前に来たくせに。じゃあ行こっか。うん。お、移動するみたいだな。よし、ついていくぞ。今日寒いね。あ、もう冬だしね。行くぞ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 。そう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 。完全できてんな、これ。今日はサーモンマリネサラダのオープンサンドを作ってきたんだ。え、おいしそう。さすが料理人やな。これ新メニューの試作だから、ほのかがおいしいって言ったら採用しようかな。私でいいの。お前しかいないだろ。これいつまで見せられてんだ。浮気調査一番嫌い、ほんま嫌。あ、一応カメラ回しといて。もう回してます。あーん、うん、どう？おいしい。タケルも食べなよ。おー、よかった。じゃあ俺もいただきます。若くて綺麗な奥さんがいるのにどうして浮気するかね。俺があの奥さんもらっちゃおうかね。ちょっと待って、俺が狙ってたんだけど。いやいや俺だし。いや俺だ、いや俺だよ、俺だよ、俺だよ。さっき言ったもんだったよな。これ美味しすぎていっぱい食べちゃった。ダイエット中なのに大丈夫かな。この子はそのままでも可愛いぜ。タケルも料理もできてかっこいいよ。そんなことないよ。ちょっとトイレ行ってきていい。私も行こうかな。おい、ちょっと待って、どこが行くぞ。あ、やべやべ。
れた。え、トイレ。あ、トイレか。トイレ。お腹冷えちゃったかな。じゃ、また。うん。あいつできる男やな。できる男やな。こちらじゃ、パパ。二人がトイレに行くのを確認しました。了解。この距離だったら普通に話した方がいいな。間違いなかったな、うん、もう出てきたの早いな。え、もう出てきた。えトイレ行ったぞ。あいつトイレ行った。どういうこと。何をする気だあいつは。あいつやばすぎるやろ。水沢の人か。でもかけるやばくない。あいつやばい。すまねえなさ。あいつどうなんの。えかける割れた。割れたくない。割れた。じゃあ見に行こう。失礼します。どうしましたか。お願いします。動かないでください。かける。返事してかける。これは死んでますね。ここに入った時からこの状態でしたか。はい。あなたたちは。探偵です。我々は浮気調査のためにかけるさんたちの行動をずっと見張ってました。え、浮気。かけるが。かけるがそんなことするはずない。正確には不倫です。彼はすでに結婚しています。そんな嘘でしょ。あなたがトイレに入って以降、女子トイレに入ったのは2人、かけるさんと清掃員だけ。そしてこの女子トイレから出てくる者はいなかった。清掃員が入った頃にはかけるさんは死んでいた。つまり今の状況から考えると、あなたが一番犯人に近いんです。え、待ってください。それはおかしいです。私がトイレに入った時、奥のトイレは閉まってました。だから誰かいたはずです。俺たちはずっとトイレの出入りを見ていた。誰も出て行っていない。それが本当だとしたら、誰かまだこのトイレの中にいる？いないよな。私じゃないんです。本当です。信じてください。タケルが、どうしてこんなことに。なんか引っかかるよね。調べてみる？調べてみるか。佐藤です。今年で25になります。佐藤さん、いつもこの時間に清掃してるんですか。はい、月、水、金曜日は私がこの時間に清掃しています。ですが他の曜日は他の人が担当しているので分かりません。なるほど。ではかけるさんが入ってきた時のことを詳しく教えてもらえますか。はい、とても感じの悪い人でした。この人が入ってきた時は個室は使用中で、怒って怒鳴りつけた後、反応がなく諦めてすぐに出て行きましたよ。ゴシゴシゴシ。じゃ、また。うん。閉まってんじゃん。あ、多分寝てますよ。は？おい、起きろ。何やってんだよ。ふざけんなよ、お前。乱暴にしないでください。うっせえな、クソが。もういいわ。あー、男子トイレには誰かいたんですね。そうですね。私が清掃に入った時からずっと使用中だったので、多分酔っ払いが寝てたんじゃないですかね。たまにあるんですよ。大学生のほのかです。なぜかけるさんが女子トイレに来たのか分かりますか。男子トイレが使用中だったみたいで仕方なく来たんだと思います。なるほどね。じゃあ、かけるさんが来てから死体発見までの様子を教えてください。わかりました。男子トイレ開いてなかった。そうなの。あ、待って、今出るから。いや、隣開いてるけど。あ、ちょうどよかった。こっちトイレットペーパー切れてて、ちょっと取ってくれない？ちょっと、雑くない？かける？どうしたの？大丈夫？ねえ、返事して。な、ナイフ？やっぱなんか裏がありそうなんだよな。
パの状態やったら間違いなくほのかさんが逮捕された。そうだね、警察が来る前になんとか謎を解き明かそう。俺がノッサップ割っちゃおっかな。ちょっと待って、俺が狙ってたんだけどそれ。いや、俺も。マジでクリエイティブだ。ごめん。